お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、プレイをするんじゃなくて、ちょいとね、いろいろ、少しなんですけど、喋ろうかなと思いましてですね。はい、ということで、とりあえず適当にリプレイとかは流しつつですかね。で、何を話すかなんですけど、世界大会がですね、今年、なんと日本ですね、クラロアの世界大会がなんと今年日本で行われるっていうのが、決まりましてですね、それについていろいろですね、喋ろうかなと思いましてですね。で、まず世界大会が日本っていうのがやばいですね。やばいですね。どうせなら世界大会に、もし行ける立場だとしたら、ヨーロッパとかそっちの方に行ってみたいっていうのもあるかもしれないんですけど、日本で開催っていうのがまず熱いですね。感染とかにも行きやすいですし、いろいろね、日本っていうので注目されるから、その e スポーツっていうのがもっともっと盛り上がるっていうので、まず日本で開催がもうめちゃくちゃいいっていうのとですね、僕が思うんですけど、で、どう喋るんだろうな、どう喋ればいいんだろうな。そうだから、世界大会に行ける条件っていうのも発表されましてですね、今クラロアリーグ、アジアで僕らは日本の人たちはやってるんですけど、アジアの12カ国のうちの今回シーズン2の優勝者ですね、優勝した1チームが、出れる。で、各そのアメリカの方だったりヨーロッパだったり、そういろんなところから、各1チームずつ集まって、今 5地域で多分やってるみたいなので、それで5チーム集まる。で、さらに日本が開催国なので、日本から1チーム確定で出れるっていうので、今のポノススポーツとデトネーションゲーミングと、あとゲームイズとハブゲーミングのもうどっか1チームは世界大会に確実に出場できるっていうので、運が良ければそのアジアのと1位と2位が日本だったら、日本から2チームなんと出れるっていうので、もう熱々なんですよねっていうのがあって、もう世界大会が結構もしかしたら出れる可能性があるっていうので、もうめちゃくちゃ今なんていうんですかね、そのクラロアに対してのモチベがすごい高いんですけど、とりあえず出たいですね。とりあえず出たい、マジで出たくて、昨年ですね、昨年も世界一決定戦があったんですけど、昨年がと個人の世界大会で、今年がとチームの世界大会なんですけど、僕去年は日本一決定戦っていうのがあって、それの予選とかでは結構良かったんですよ。僕意外と成績残して良かったんですけど、結局最後の最後に勝てなくて、世界大会も行けなくてっていうので、マジであの時もめちゃくちゃ出たかったんですよ、世界大会っていうものに。で、でも結局行けなくて、で、もう世界大会とかの動画 YouTube であると思うんで、もう見てもらえたら分かるんですけども、やばいんですよ、舞台がマジでやばくて、もうそこに憧れを持ってましてですね。で、本当に出たいっていうのがあるんですけど、で、今ちょうどクラロアリーグで試合やってるんですけど、その試合とかに、もう半年ぐらいかな、今クラロアリーグ始まって半年ぐらい試合やってるのに、もう今とかも普通に最近の試合とかも 2v2 とかは出たりするんですけど、その試合でさえもうワクワクしますし、緊張とかもしますし、そりゃと、たまにっていうか、結構頻繁に足が震えたりとかもして、もうなんていうんですかね、もうアジアの今の予選っていうか、予選ではないですけど、予選みたいな感じですけど、今のね、あんな感じの何回もやってる舞台でもすごいワクワクしてめっちゃ楽しいんですよ、やってて。これはでも本当にあそこの舞台に立たないと
分からない気持ちだと思うんですよね。こんなに楽しいんだみたいな、やばみたいな、なんかもう試合するのにめちゃくちゃワクワクして、このまあ普段家でやってるのと全然なんていうんですか、まあ、気持ちだったりが変わってきて、めちゃくちゃ楽しいんですよね、ああいう舞台でやるのが。なんでそれが世界ってなったらマジでやばいじゃないですか。だって今普通に やってる、うん、家とかでやってるのよりも、まあ、さらにそれはクララリーグでやった方がそのワクワクしますし、さらにそれよりももっと大きな舞台になるわけですから、世界大会だと。もうなんで僕はそのワクワクを味わいたいんですよね、もう試合をする時の。ただそれでもう本当にずっと、まあ、昨年からですね、昨年からというか、まあ、はい、僕の、まあ、唯一の目標といいますか、クララの世界大会に出て、まあ、できることならそれ優勝したいですけど、まあ、そんなんほぼもうね、なんて何パーセントとか、もう 0.00 何パーセントの世界ですから、そんな優勝とか。なんで僕はマジ本当にその昨年から思ってるのが、もうずっとですね、ずっと、もうなんていうんですか、もう世界一決定戦に出るっていうのが、まあ、世界大会ですね、世界大会に出るっていうのがもう僕の中のそのクララをやってての目標なんで、今年その、ね、チャンスがすごいなんていうんですか、もう近くに来たと言いますか、可能性が上がったと言いますか。なんでもうマジで出たい、本当に出たい、マジで出たい、もうそれだけがもう何ですかね、何ですか、僕も将来こういうなんか仕事したいとか、なんかああいう風になりたいとか、もう別に何もないですよ、こうしたいとか、うん、とかもう本当に何もなくて、もう唯一挙げるとしたらもうマジで世界大会に出たいっていうのがあって、もう本当にそれぐらい世界大会に出たくてですね、なんでそんなに世界大会にこだわるんってなるかもしれないですけど、マジでもう試合のワクワク感を味わいたいっていうのと、やっぱかっこいいじゃないですか、世界の人たちと戦えてっていう、ああいう舞台で試合したいっていうのもありますし、まあ昨年の悔しさもありのっていうので、まあとりあえず世界大会に出たいっていうのが僕の目標なんで、そうですね、クララリーグがあともう少しだね、もう少し、あと1ヶ月もしないうちに、とりあえずと何なんか一旦終わって、その後ワイルドカードとかいろいろワイルドカード的なのとかもあるんですけど、まあとりあえずあと1ヶ月か2ヶ月でいろいろ決まっちゃうんで、本当にね、まあ頑張りたいとそう思ってますってことで、まあそんな感じかな。はい、とりあえず世界大会に出たいっていう、はい、ただそれだけですっていうので、もしかしたら本当に出れるかもしれないんで、まあそうですね、ファブゲーミングとして、まああと少し、まあ、頑張っていくんで、そうですね、クララリーグ応援してもらえたらいいなと思います。はいって感じですね。はい、そんぐらいですということで、今日はもうただ喋っただけなんですけど、まあ終わりになりますってことで、ではバイバーイ。